ストーンズやスノーマンは大丈夫、ジャニーズ新会社、残留オアエージェント契約、どちらが、なのか。独立か残留か、激動のジャニーズ事務所、タレントたちのこれからが気になる。会社が解体され、新会社が生まれる中、彼らが選ぶべき道は？芸能ジャーナリストの佐々木博之氏が解説する。指名 NG リストの発覚で、物議を醸しているジャニーズの記者会見だが、今回の会見で明らかになったのは、指摘されていたように、ジャニーズという社名がなくなり、スマイルアップと変更。そして同社は芸能事務所ではなく、被害者の補償に特化した会社になるということ。同社とは別に芸能事務所として新会社が設立され、社名はファンから公募して決める。この2点だ、その新事務所だが、発表によれば、希望するタレントはエージェント契約を結ぶことが可能だという。かといって完全なエージェント会社ではなく、これまで通り専属契約、マネジメント契約を結び事務所所属となることもできる。先日の元 V6、岡田准一のように完全に独立するということでなければ、選択肢は2つ。